えー、こんにちは吉谷です斉藤さん、えー、お申し込みありがとうございました。決済の方も確認させていただきました。えー、まだ2月19日ということで、まあ、もうちょっと2週間後ぐらいなんですけれども、決済ありがとうございました。はいまあ、今回ですねとあの、参加していただいた方に特典もお配りしますので、まあ、必ずちょっと参加していただくした方がいいと思います。特典に関してはですね、あの参加していただいたと、会場に来ていただいた方ということで、 やりますののでぜひ会場の方にお越しください、まああの多分特典だけでも価値があるかなとは思うんですけど26年間ずっと特典の方ずっとお配りし続けるので特典だけでも、まあ、まあ5000以上の価値は絶対あると思いますのでぜひお越しいただければなと思います。はい、であとですね、えーとまあ、今回は僕の,、えーそのまあ、本僕本出してますけど本に書けなかったことですね。 あのやっぱ、うん、お客さんのいろんな悩みを聞いてるとやっぱ時間がない顔出しもできない恥ずかしい何もコンテンツ作るのができないっていうことのこの悩みを解決するために、まあ、インスタグラムっていう新しいですねものを提案させていただきたいなと思いますでこのインスタグラムをしっかり教えてくれる人が今いないんじゃないかなとネットビジネスやってる人であんまインスタグラムそんなに力やってガリガリやってる人あんまりいませんから で僕全然ツール使わず全部手動でやってますからもう一切お金かけずにまあアメ風呂に今回アメ風呂の話もしますけどアメ風呂も無料インスタグラムも無料この無料を使って集客してどうやってマネタイズしていくのかっていうでしかもコンテンツ提供が基本写真ですからんそ これを難しいって言われちゃうと写真の撮り方とかテクニックに関してももちろんセミナーでデモンストレーションで教えますどういう写真の撮り方をすると綺麗に撮れるのかとかそういう具体的なテクニック写真の撮り方っていうのをセミナーでやりますのでただ写真に関しては本当にシャッターボタンを押すだけですから これでできんんだろうう僕は思うんですけどねでこれすらできないっていう人のためにですね今回あの加藤君っていうこうですね特別ゲストとしてお呼びしてまあお話、まあ、いろんな話、えー、してもらう予定なんですけどうんまあ本当インスタグラムは簡単なのでやってることほんとポチポチやるだけなんですね写真もポチって押してまあインスタグラムとの連動もポチってこうまあポチっていうかワイプちょっとプッてするだけなんですけど あるだけだしもうほんとかコンテンツを作るっていうのが簡単かなと思います。例えばブログやるってさ動画ってなったら動画撮れませんみたいなこれ僕と僕の場合は動画撮ってるんで、まあ、動画もめちゃめちゃやってます動画ももう5,000本ぐらい作ってますけど動画は僕できるんですね簡単に。 な動画はちょっとしゃべるの恥ずかしいです。顔出しできません。やり方分かりませんっていう人多いですから。ただ、写真だったら撮れんじゃないかなっていうで。しかも空で、空を写真撮るだけでもいいわけですから、今空っていうハッシュタグが200万件ぐらい、もう毎日ね、ハッシュタグつけられてるんですよ。あと、あのご飯とご飯ものとか結構いろいろあるんですけど、うん、ご飯とかもう毎日なんか何かしら食べるじゃないですか。うん だからですねコンテンテツに悩あとは考え方インスタグラムやる上での考え方とやり方そしてきもちろん人と差別化していかないといけないので写真1枚でもやっぱちょっと工夫が必要です工夫がもちろん必要です、うん、工夫が必要です、うん、でこの工夫の仕方もセミナーで教えますので是非、まあ、ちょっと実践していただきたいなと だからその基本的にネットビジネスはお金稼げるんですけどほとんど稼げない人っていうのは途中で離脱します完全にでこの離脱する理由っていうのが時間がないめんどくさいなかなかできないわからないっていうところなので写真だったらそこまで難しくないかなと僕は思うんですけどねはいなので再現性はかなり高いと思いますうんただただ写真すら撮るのめんどくさいよって言われちゃうと うんまあ、論外になっちゃうんでそれもカバーできるように今回加藤くんっていう子も来ますのでその加藤くんの話いろいろねあの本当何もしなくても報酬が発生するっていういろんなビジネスやってますのでそういう話をね、えー、のしてもらおうかなと思います。はい、ということで2月19日はよろししくお願いしま,すまだ会場決まってないんですけど東京近辺で会場をちょっと抑えてまあ来週ぐらいには会場の方は手、えー、配して。 決定してご案内すると思いますのでよろしくお願いしますはい、今回はですねお申し込みありがとうございました当日はよろしくお願いいたします